はい、本日はですね、こちらダサいナイロンジャケットはどれだということでね、視聴者さんに聞いたんでお伝えしていこうと思います。ということで、人気企画ですね、ダサいシリーズ、これやったらダサいからちょっとやめとこうねのナイロンジャケットバージョンになっておりまして、ナイロンジャケットね、ずらーっと並ばさせていただきました。例えば僕今こうやって着てるような、ちょっと薄めのソフトシェルっていうジャケットもね、ナイロンジャケットですし、こういったコーチジャケットもね、ナイロンジャケットになってくるし、あとそれ以外にやったらね、こうやってマウンテンレインテックスって、ノーセースのちょっとごつめのやつもね、ナイロンジャケットになってはくるんですが、今ね、春夏に来てるから春夏でちょっと薄めなやつにしようということで、本日の流れとしてはですね、皆さんに聞いたダサいランキング順っていうのをね、下から4321ということで、ね、発表させていただいて、番外編も途中でお話しさせていただこうと思いますので、よろしくお願いしますし、僕が思うダサいダウンジャケット、ダウンジャケットじゃない、ナイロンジャケットもありますのでお伝えしていくんですが、その前に1点だけお伝えさせてください。このダサいシリーズですね、皆さん楽しみにしていただいて本当ありがたいんですけども、その反面ですね、わけのわからんコメントもたまにいただきますっていうのもですね、パッて見ていただいたらわかるんですけども、ダサいなんて人それぞれとか、自分の価値観でやったらいい、そんなこと分かっております。それ分かった上で皆さん見ていただいてるんですけども、一部の方はそれがよく分かってないという方もねいらっしゃったりするんですけど、そんなわけのわからんことに書かんといてください。当然のことやろ、大人やったら誰も分かってるやろっていうことをね、分かった上で今みんなでね楽しんで見ておりますので、それはねもう無視していこうということで、よろしくお願いいたします。ではまず第4位、ダサいナイロンジャケットはちょっとアウトドアテイスト強すぎませんかということなんですね。あ、なるほどなるほどと。特に僕もってるやつがですね、そういったナイロンジャケットばっかりなんですよ。例えばこの辺りもナイロンジャケットですね。やっぱ色味っていうんですかね、こうないかにもアウトドアっぽいっていう色味って、もちろん流行ってはいてるんやけども、ちょっと私服で合わせるとかってなった時に難しさ出てくるじゃないですか。もちろん着こなしてはる方もいてるんやけども、ちょっとこれやったらサバゲーでもしてるんかなっていうような、ね、感じになってくるし、こっちやったらね、やっぱりこうアウトドア臭くなってくるんかなっていうところで、こういったアウトドアにこう寄りすぎてるのはちょっとダサいんじゃないかなっていうお声をねいただいておりました。僕個人的にはそうなってくるとダサいものだらけになってくるんやけども、まあそれはいいとしましょう。では次第3位に行きたいなと思います。ダサいナイロンジャケットはちょっとスポーティーすぎるということで、今ちょっと流行りでね、古着とかもあったりするし、あとそれ以外のスポーツブランドナイキとかアディダスとかもあったりするんですけども、そういうのもねちょっと間違えると、ダサいとまではいかんねんけども、なんかちょっとね子供っぽくなっちゃうというかね、大学生っぽくなっちゃうっていうところもあったりするので、その辺はね、大人が着るにしてはちょっと難しさもあったりするんかなということで、アウトドアがあってスポーツがあるということで第3位になりました。この辺まではね、少数やったらね、そんな大したことないかなと思ったんですけども、次のところからね、なるほどなということで、第2位がね、プルオーバータイプということになりますね。で、プルオーバータイプって何かって、僕こうやって着てるのってのはフルジップなんですね。もうジップが全部ジップなってます。はい、それは分かりましたよね。では次、プルオーバーで何ですのというと、まさにこういったタイプなんですよ。ジップが途中で止まっちゃってて、フルジップじゃない、言い方を変えればプルオーバー、かぶるタイプのナイロンジャケット。これってちょっとダサいよねっていうお声があったんですが、一回ちょっと着てみましょう。やっぱりちょっとスモック感があるというか、幼稚園の絵の具感があるというかね、それはそれでいい個性にはなってるんですけど、普通のフルジップをね着こなせる人がもうちょっとそれ飽きてきたから、こうプルオーバーで被るタイプしちゃおうっていうのはね全然ありやと思うんですけども、初っ端からこのプルオーバー行くのって確かに難しいですよねという風になってるんかなと思います。これユニクロですね。ユニクロの去年のモデルが今あるんかどうか知らんけども、こういったプルオーバータイプはちょっとダサいんじゃないかというお声をいただいておりました。ではではですね、少数派の意見を聞いていきたいなと思います。でそこにはですね、僕の意見も入れましたんで、僕の意見はこれですっていうのをね後で言いますけども、それではいきます。まずはですね、サイズですね。サイズがこうあまりにも大きかったりとか、あまりにもタイトするのもそうやし、あと腕のとこがやたらでかいやつ、オーバーサイズが最近あるじゃないですか。ほんならもうマントヒーみたいになってくるんですね。ほんならせっかくの休日に友達と遊びに行こうと思って、友達がマントヒーで来たらですね、もう帰ろうかなとも言うわけなんですよ。もう電車乗って帰ろうかな、家でゴロゴロしようかなと、マントヒーと一緒に歩きたくないなと思われたりするっていうことがね、サイズ感であったりだとか、それ以外にやったら明らかに生地が薄い。例えば今僕これ無地中に着てるんですけども、こうロゴのね T シャツとか着てて、上からジャケット着てるんやけども、もうスケタールみたいなね、柄見えてますぜみたいなのもちょっとどうなんですかっていうお声があったりだとか、あとそれ以外には着こなしですよね。もうこれを例えばカジュアルなアイテムじゃないですか。で次僕下のパンツとかね、これ今ちょっとジャージ着てるからあれなんやけども、こうワイドパンツとかで合わせてもう完全にカジュアルに振り切っちゃうんか、それともスラックス履いてきれいめに行くんかって、その人によって多分系統違うと思うんですけども、僕の顔はねあんまりこういうカジュアルとスラックス合わすのあんま似合わへん顔してるから、僕あんまやらないんですけど、どっちかってこういうのを着るときはワイドパンツとか履くんですが、そういうね着こなし大事でしょと。で次僕が思うダサいナイロンジャケットね、それ何かというとですね、
これ僕今着てるやつなんですね。序盤からずっと着てたやつで、これ全然ダサくないんですよ。めっちゃかっこいいし、僕めっちゃ好きでめっちゃ着てて、どこのブランドっていうと、これ軍隊でも使われるブランドでね、ティラックっていうところなんですが、なんでこれダサくなっちゃったのかというとですね、つい先週の話です。ここにねドアありますよね。ここドアありますね。このドアの取っ手に僕これジャケット引っかかったまま気づかんと歩いたんですね。ほんならビリビリビリって言って、なんとこの軍でも使われているようなジャケットがですね、穴開いちゃったんですよね。で、そんな穴開いてるジャケットずっと着てるやつってダサいよねということでね、これ僕のことなんですけども、こういった感じで破れております。ただすごいなと思うのが、よく見てください。生地がね、リップストップナイロンってこういうのをバッテンとかなってるじゃないですか。これってこうやって引き裂かれた時に止まるんですよ、途中でグッと。で、これがね、アウトドアらしいんですけども、これがもしリップストップナイロンじゃなかったら、そのままビリ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 って全部破れてるけど、さすがこういうところに出てきましてね、キュッて止まってくれる。あ、ちょっとピンとあって、これもねおそらく修理できると思うんですけど、ティラックってどこに持ってったらええのと、ティラックの直営店って聞いたことないし、ティラックってチェコやからチェコまでこれわざわざ持っていくのと思ったら、まあこれはこのままでええかと思ってね、僕普通にこれプライベートでちょっと着てるんですよ。やけど背中パッて後ろ見たらこないしてね、穴開いてますけどもね、まあ僕あんまり穴開いてようが何してようが自分がいいと思ったんやったらそれでええんですよ。やけどダサいよねと、このテーマにぴったりですね。ダサいよねということでね、ランキングさせていただきました。最もダサいという声が多かったのがですね、第1位がこちら、派手なカラーリングということで、やっぱナイロンジャケットってどうしても派手なカラーリングに目が行くんですよ。でこれアウトドアじゃないですか。これはこれでいいんやけども、それがやったらスポーツブランドとかでも、結構アディダスとかでもね、レトロな配色とかナイキとかでも結構派手な柄とかあるんやけど、それってちょっとダサいよねっていうね、声がありました。まあちょっと一回着てみましょう。やっぱり私服っぽくはないんですよね。ちょっと浮いちゃうんですよね。だからまあスポーツとかで使うとかはもう全然いいし、登山で使う、趣味とかで使うのはいいんやけど、街中で着るとかおしゃれに着るとかってなった時に、一気にやっぱ派手なカラーリング、あとレトロなカラーリングっていう、それ以外にも蛍光色とか、まあこの辺はちょっと難しいんじゃないかということでね、第1位にやっぱカラーリングが来てました。だから逆に言うと、ダサくないようにしようと思ったら、やっぱクラシックというか定番のモノトーンの色のナイロンジャケットを買っておけば、まあ間違いなくて、インナーとかで色を遊んでいったりとか、あと靴とかスニーカーで合わせる靴を派手にしていくっていうのは全然ありかなと思うんですけど、やっぱ一番外見を派手にするっていうのはちょっと難しいんかなということでね、まあこれはダウンジャケットもそうなんやけども、特にナイロンパーカーってやっぱこういうシャカシャカした素材感になってるんで、どうしてもスポーティーなんですよね。はい、ということでね、ランキングを見ていただきました。これでね、皆さんに一つ分かっていただいたことがあるかなと思います。っていうのも何かというと、ティラック、これ軍で使われてた、でも軍で使われてても負けるときは負けるってことは、軍も負けるときは負けます。なのでね、男性の方、軍物好きな方多いと思いますが、それでも負けるときは負けるんよ。それが分かるね、動画になってたんじゃないかなということで、まあ今日この辺で終わりたいなと思います。ということで本日はですね、ダサいナイロンジャケットを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。